エンリケ・シモネ・ロンバルドは、スペインの画家、挿絵画家。自画像をもともと聖職者だったが、展示手画業に専念した。サンカルロス王立芸術院にて学び、後に、マラガにて、ベルナルド・フェランディスの工房に入る。1887年に、奨学金を得て、ローマへ行き、イタリア諸国を回った。パリを何度か訪れ、1890年には、 地中海沿岸を旅した。ローマにて彼の最初の代表作となる心臓解剖とエルサレム入場を描いた。これらの作品は1892年にマドリットにて開催された国際展示会で優勝。1894年のシカゴの展示会。1896年のバルセロナでの展示会。1900年のパリでの 展示会で最優秀賞を取得するなどの複数の賞を受賞し、下根は国際的な知名度を得ることとなる。1893年から1894年にかけてスペイン人とアメリカ人の教養士の通信員として第一次リーフ戦争の最中であるモロッコを訪れた。1901年、当時分かれていた自然主義の研究室とバルセロナ美術学校の 教職を得る。夏の間は b ゴにて過ごした。1911年にセーフェルナンド美術学校に移転し、1921年から1922年にかけてエルパウラアルテイの長として風景画を描いた。装飾画家として使わされ、バルセロナ地方高等裁判所に描かれた、法のアレゴリーとマドリッド地方高等裁判所に描かれた八つの 中のアレゴリーを収めた。ありがとうございます。